状況でしたからね、少しゴール回しいかなかったんですけども、やっぱりああいうクロスの精度というところですよね、はい、さあこのスペースパトリッキ速い、パトリッキ胸トラップから打てるか、シュート、今度こそ突き刺しました、ジェアン・パトリッキ2対1、欧米逆転。あ、これもシンプルなんですけどもね、はい、そうですね、相手の背後っていうところを抜け出して、で後ろからこう、まあ、福田ですかね、今来てるんですけども、まあ、福田の状況をしっかりと理解しながらここでブロックするんですよね、うん、ブロックしたことで、まあ、自分のシュートを打てるスペースを確保しましたよね。でうまく面に合わせて、まあ、ゴールマウスにこうねじ込むという形でしたね。今度は得意の左足で、はい、